からの初見の方いるの？マジで？あ、初見です。矢吹城さん初見です。昨日アメトーク見て初めて M リーグ見ました。なんと、すごい熱狂が外へ行ってる感じする。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとなんと、いやそれは嬉しいね。いやマジでさ、アメトークさ、いや僕、今朝見たんですよね。あ、そうなんだ。うん、そう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 、今朝あの TVer で見て、いやでも TVer で普通にアメトーク見れるじゃんと思って見たらさ、 TVer でアメトークって見れなかったんだってね、そもそも。あ、今までね。そうだから人気番組、M1 とかもさ TVer でやらないじゃん。そう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 、だから人気番組やらないっぽかったんだけど、なんかね、ちょうどね、リーグ芸人からなんか見れるようになった。そうそうそう、ラッキーって思ってね。いやいや、ありがとうございます。でもそうだけどほとんど出てなかったけどね。あの出てなかったね。パネルのとこと、あと後ろ姿ね。うん、あのかなちゃんが初トップ取った時の後ろ姿、わーって言ってるところの後ろ、後ろでしか出てなかったから、いや後ろ、そのだ、そのだって書いてあったね。そう、そのだって出てないよ。でね、ロッシーさんがさ、あの昨日さ、あの M リーグの、アメトークのタイミングでロッシーさんがツイートしてくれてたんですよ。うん、あのあ、なんかしてくれてたね。そう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 、確かに確かに。ロッシーさん、ツイッターね、おしーさんのツイッターで、はいはい、これですよ。でロッシーさんがね、そうそう、これツイートしてくれたんで、皆さん僕はアメトーク出てませんよ、そんな計算ですよってね、もうツイートしてくれて、ありがたいですね、ありがたいですねってなってたんだけどさ、で僕今日朝さアメトーク見たのよ、俺も出てねえじゃん、ほんまに出てないやないか、出てないじゃんと思って、でこのツイートをさ、さすがにツイートしていただいたからさ、まあ、これをリツイートとかしようと思ったんだけどさ、めちゃくちゃ返しむずいなと思ってさいやそうよ、これどう返すのが正解だった？どう返すの？やっぱそうちゃん得意じゃん、こういうの、こういうの、ね、こういうのに対して面白い返しをさできんじゃん。もう僕面白い返しがさ思い浮かばなくてさ、いや出てないけどねっていうのをさ、せっかくこう、アメトークが今回あって、まあで、アメトークでその熱狂を外へっていう感じで、まあ、盛り上げてましょうみたいな感じのところで、いや出てないけどね、わらわらみたいなのもなんかちょっと微妙じゃん。なんかいやこれいい塩梅の会社が思いつかなかったんだよね。あのあれじゃない、あのパネルのさとこスクショ撮ってさ、あのなんか久田さんがこうやってるとことかの後ろで、あのケンちゃんの顔をだんだんクローズアップしていくのを、4枚ぐらい使ってやる。4枚ぐらい使ってやる。そんな暇でもなかったのよ。そんな暇でもなかったのよ。一行でパーで済ませた。そう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 。めちゃくちゃ忙しかったの。今日も昼から仕事してたからね。そう、ちょっと忙しかったんで忙しかった。アメトークは見なきゃって感じだった。